元ベラトール王者ロバトが圧巻の一本勝ち、ソラドー岩崎大河をアームロックソー、猪木ボンバイエ×巌流島。猪木ボンバイエ巌流島事務局。猪木ボンバイエ×巌流島。2022年12月28日、水曜日、東京、両国国技館。下向き黒三角第7試合、令和猪木軍 VS 世界格闘技軍9対9マッチ。7切先戦 MMA ルール5分 3R 88.5kg 契約。黒丸岩崎大河、ソラドー、日本。一本 1R 2分10秒、アームロック。ゼロラファエル・ロバト・ジュニア、柔術、アメリカ。岩崎は空道アジア王者、シュートなどにも参戦しており、MMA 戦績は8勝無敗の有望株だ。岩崎は、自分の目しるべは UFC 王者になること。初期 UFC で市原海樹先輩が、そして加藤久樹先輩がベラトールでメルビン・マヌーフに KO 負けしている。その忘れ物を取りに行く、と意気込んでいる。対するロバトは元ベラトールミドル級王者で、MMA 戦績10勝無敗。また世界柔術選手権ムンジアル王者の経歴を持ち、ブラジリアン柔術史上で DJ ペンに続く、ブラジル人以外で世界を制した米国ファイターだ。現在版のミスターパーフェクト、だ。前半戦の巌流島ルールとは異なり、四方にロープが張られ、通常の MMA ルール5分 3R で行われる。1R、岩崎がローキックで先制すると、ロバトがタックルを仕掛ける。岩崎はコーナーを背にして、立とうとするが、ロバトはクラッチして離さず。ロバトは、岩崎を押し倒してテイクダウンを狙う。岩崎はロープを背にして、立ち上がると、膝蹴りで応戦する。右脇を刺すロバトは押し倒してテイクダウン。パスガードに成功すると一気にサイドポジションへ。すると、ロバトは岩崎の左腕を取り、一気にアームロックへ。これをがっちり極め切り、鮮烈の一本勝ちを収めた。ロバトは、マイクを持つと、こんにちは、東京。夢が叶いました。3年前に二度と戦えないと言われましたが、乗り越えてきました。